溝先生の、はい、収録をしてるっぽいんですけど、Q3 って書いてます。行く。だって多分ほら、あの締めようとしてるから、うん、締めようとしてるからね、うん、じゃーん、見つけた。見つけた。大変だったもん。ちょっとあのお見せできない。うん、じゃあたら押してった。ダメ使わない。やばい。先生、あの、はい、じゃん。あ、今日、じゃん。使ったんだよね。あ、素晴らしい。ごちゃごちゃあるじゃないですか。はい、ごちゃごちゃの中に、持ってきました。持ってきたので、今からあの横道先生、はい、休憩中の、そう、休憩中。そう。横道先生。勝手に来ました。お見せしていきたいと思います。はい、はい、横田先生、あのこれ、はいはい、あ、これね、うん、そう、行政法のやつなんですけどね、行政法、そう、あったのでね、無事出てきましたね。いや、ちょっともうね、本当あのお見せできないくらいやばいんですけど、あったんですごい探した、ほこりまみれの探したんですけど、あったのでお持ちしたんですけど、そうね、そう、順番的に言うと第一分冊スタートですもんね。そうね、これからですね、はい、そうだって今日からだってあれだもん、まあ、あの今日9月15で今日からね配信スタートなんですよ、2023年版がいいタイミングで出てきた。そうそうそう、これが解いた日ですよ。おえ、分かんない、6回、あ、でも13日は当日だからな。でもそれでも6回か。6回。7回。当日を入れたら8。おお。ですね。すごいね。解くときはあれなの？先生、これ、うん、第1分冊今でも覚えてるんですけど、はい、この最初の3ページ目とかの動画を見たときに、うん、じゃあ、 あの3分で、これはもう基本だから、どうぞって言われて、分かんなかったんですよ。でしょうね。で、あ、もう無理と思って、使用対策だけ分かったんですけど、ちょっともう他しんどって思って、とりあえずあの3分早送りして、分かりましたかっていうか、分かりません。まあ初回はあの先生のこうお話を聞きながら印つけたりとか、はいはいはい、書いたりとか、あ、この10月2日ね、うん、あ、そうです、そうです、うん、多分買ってすぐやったと思いますよ。10月3日、第3分冊が10月5日、5日、第4が10月7日、最後9日です。はい。というふうにこうトントントンとやったのね、うん。やったんですよ。で、1回はざっと聞いた感じ。ざっと聞いて、まあ、なんかいろいろこの辺のこう書き込みとか、うん。そうです、そうです。でそれ以降は横溝先生のブログとかで、なんかこれが出るんじゃないかみたいな予想とかされるじゃないですか、はいはい、でそういうところにこのピロピロをつけて、なんていうか、うん、見出しみたいなやつ、インデックスシールみたいなやつね、うん、そうです、そうです、それそれそれ、ピロピロに今毒されてる。
ピロピロって言われたらもうね。さっきの感じ。なんかあるよね、こういうの。あの、ピューってやつ。そっか、でも。うん、そうですね。っていう感じで順次解いていって。表紙に貼るのは同じスタイルですね。あ、そうですね。これは表紙になって。いや、結構やりました、これは。これが一番やりました。あ、この第5分冊とかね。第5分冊が。多分一番書き込みとかもしたんじゃないかな。事件訴訟法と、去年はおまけに国賠と損失保証がくっついてたの。今年はね、確か国賠損失保証は手続き法とワンセットなの。で、おまけじゃもうなくなってます。あ、メインとして扱うってことですね。だから、あの、国賠の記載事項がちょっと増えてる。あ、去年よりも増やしてます。やっぱ毎年そういう風に、多分職権5は変わらないけど他は変わるってことですよね。職権5は変わらない、うん、そうですよね。基本的にもうメインで扱うっていう。あ、そうか、表紙に職権5のページも書き、うん、書きます。何回も見るかなと思って、はい、194ページ、あそこに載ってるってことね。そうです、そうです。見に行って、すごい。どうなんですかね。あの、結局これをメインのテキストで最終的にはやっていったので、なんか分かんないところがあったらもう書き込んで、模試とかで知らないのが出てきたらこっちに書き込んでっていう風に、ちょっとこう肉付けをしていったタイプです。そうだよね、左側はそんなに書いてない。左側はね、何回もほら、解く、ね、うん、解くから、うん、これを書かないようにしましたね、むしろ。何回目ぐらいからあれなの、問題見て答えてからみたいな思ったのは、3回目くらいから、もちろん 100% じゃないんですけど、あ、これはこれこれこういうことだなって、まあ、口で言えるようにはなっていて、うんうんうん、でそれでもやっぱり6割くらいの正答率なので 100% に近づけるために何週もやる、うんうん、というような感じでやっていきました。あ、で最終日は、あの、書き込みました。パクリやったもう殴り書きみたいな感じで。そうね、すごいすごいでしょ。ちなみに先生、これ別に立って書いたわけでも何でもなく、あの、通常のメモ通常のメモですか。ちょっとあんまり汚すぎて、うわい先生これ立って書いたのって言われた。いや、普通に普通にそういうことにしとけばいい。立って書いたんです。ここは綺麗に書いたと思いますよ、はい、この辺の表紙とか。表紙のやつは綺麗に書いてるじゃない、うん、そう、表紙だけは自分で読めないと意味がないで。中は結構あれなのじゃ。でも中も結構綺麗に書いてる。いや、これどう、でもこれは、あの、横水先生が、あの、おっしゃってたことをジャーって書いたりとかして、あと問題自分で足しました。おお、すごい。あ、なるほどね、この決定の方式を。そうそうです、そうです。穴埋めみたいにしようと思ったって感じですね。なんか結構カスタマイズしたと思いますよ、行政法は。うん、割と。あ、そう、それがいいと思います。あの、市販テキストとかってがっつり文章を書いてある。あ、まあ、そうね、うん、でもそうじゃなくて、自分のわからないところがわかるテキストにしたいっていうニーズはすごい満たすと思いますね、うんうん、だからこの辺とかも多分書き出してやってますね。心理院とかあんまりクローズアップして書いたりとかしてないと思うんで、感じで使いました。皆さんこんな感じなんですか。どうどうどう。そんな感じです。あ、でもそうだよ、中にすごい書いたり、あとなんかの紙をコピーして貼ったりしてるね。そうです、テキストで分からないところ縮小コピーして貼るとか。これもこれも。あ、なんかあれなのね、ヒントヒントヒント、そう、ほにゃらら主義、ほにゃらら主義みたいなのがないとダメだなと思って。確かに、うん、あとは結構やったと思います、これに関しては。そうね、飛んでる。うん、やりましたね。なんか懐かしい。もう1年くらい前ですよ。そうね、約1年前ですね。約1年前、うん、もう、いや、本当 Y 先生っていう方の、まあ、この道場をちょっと今、あの、ある方にご紹介してるんですけど、ちょっと本当に良かったって思って、あ、これ、あの、私歌にした
あ、なんか歌のバカ、歌というか、そう、リズムなんですけど、差し止め取り消し向こうの確認、怠る事実に損害賠償ってリズムで覚えたんですよ。何回か言わないと。一曲ありがとうございます。はい。ほら、あの1号2号3号4号、うん、おー、うん、なるほどね。どういう内容なのかっていうのを上から順に1、2、3、4と、うん、何回もリズムで覚える。へえ。なんかサクッと聞いてくるのがあるので、やっぱそれはちょっと覚えておこうと思ってやりました、うん、そうね。でもそういう書き込みが本当にね、マーカーの色とかはあのこだわりなくなんかね、こだわりがないんだろうなっていうのはなんとなく伝わってくるんだから、あの色が出なくなったら別の色にしてくって。ほら5本セットとかで売ってるじゃないですか。はいはいはい。だから一番左側から本当にこだわりない、なんか左から使うみたいな感じ。まあ、この辺で変えたんでしょうね、急に色が。あ、これ あれがなくなっちゃって、あの暗記ペン、わかります？お、なんか赤いシートで隠すとしか手元になかった。ブルーもあります。ブルーだと何色のシートの？赤いシート、赤いシートです。ブルーと緑、これ多分なんかあの白い透明の液塗ると消えるやつです。あ、消えますよね、うん、しかもなくなっちゃった時があって、まあ、マーカーと事実上一緒だろうっつって、それでマーカーでちょっとチェックしたそんな感じでやっておりました。でもすごいね、やっぱね。でもこの回数が、回数は結構、ね、うん、やったんじゃないでしょうか。10月に申し込んでもこれだけ8回7回とかできるっていう、まあ、当日はさらっとですけど、うん、そう、あの宅建試験がですね、ちょうどあのこことここの間に、こことここの間にあるんで、10月の第3日曜日やりましたので。そうだよね。で試験の日はこれを持ってって、他何か持ってたんですか？あ、これと憲法を持ってきました。そうなん、うん、以上って感じです、うん、どうでしょう、いいんだ、割と使い倒します。あ、これでおかげさまで、あの満点。そうだよね、19分の19だもんね。そうなんですよ、取れたんです。あと記述もまあ悪くない、記述44点。おお、そうね、おかげさまでよかったー。でも本当これのおかげですね。これが9月の15日から配信開始ですか？そうです、今年はね、うん、今年2023年は9月15日から配信、10月に買ってた人がこれくらいできる、はい、直前期おすすめですので、今年受験される方はぜひ、ぜひ Y56 点アップ道場Y 先生すごいよね。いや、 Y 先生すごい、やっぱあのチェックのお洋服の Y 先生。これ今日はチェックですね。え、今日多分来るだろうなと思った感じですか？いつもチェック、いつもチェック、いつもチェック、そうだったそうだった、いつもチェックだった、いつもチェック。はい、ということで、はい、Y 道場行政法16点アップ道場の、ね、そう、うん、この間できなかったですね、ご紹介でございました。はい、はい、ではまたあの締めのあれを、グダグダになるからお願いします。なんだっけ、あの声がないと なんだっけ、なんかで、あ、じゃあ50点アップ道場でって言ってよ。そしたら2人で合格みたいなのやるから。はい、いただきます、はい、56点アップ道場で合格。横見先生タイミングがじゃあバイ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 